私たちはドローンを弾として用いることで、弱視の方が空中にある弾を認識しラリーすることができるプロダクト、ドローンバドミントンを開発しました。視覚障害のある人たちは身の回りの安全を確認することが難しいため、運動不足になる傾向があり、それに伴って肥満や精神疾患になる人も少なくありません。弱視の方のための球技では、弾の位置を音で知らせるために鈴の入った弾をバウンドさせることが不可欠となっています。その結果、競技の選択肢を狭め、運動不足の一因となります。そこで空中にある弾をラリーすることができるシステムを作ることで、競技の幅を大きく広げることができ、健康改善につながるのではないかと考えました。私たちは弱視の方たちの行動観察やインタビューを行うことで、弾の移動速度が速いこと、弾が小さく見えにくいことなどが空中での認識を妨げる要因であると分かりました。そこで私たちは移動速度が調節でき、大きさがある程度保証されているドローンを用いるアイデアを思いつきました。加えてドローンは自身から飛行音を発しているため、プレイヤーは音による位置認識もしやすくなると考えられます。しかし通常のラケットを用いる場合、ドローンがガットにぶつかり墜落してしまうため、新しくラリーを行うシステムを考える必要がありました。よってガットの代わりにセンサーを取り付けることで、ドローンがラケット内を通過したかどうかを判定できる仕組みを作りました。またドローンがフレームを通過した場合、相手方向に自動で移動できるようにしました。その後実際に弱視の方々にユーザーテストをしてもらいました。得られたフィードバックをもとに様々なプロトタイプを作り、完成したものがこのドローンバドミントンです。様々な大きさのフレームを用意することで、プレイヤーは自分の視野や視力に合わせてフレームを選ぶことができます。また柄の短い独自のラケットを作ることで、プレイヤーはグリップとドローンの距離感を容易に把握できます。さらにラケットのスイングによりドローンの移動を変更することができ、4種類のショットを打つことができます。プレイヤーはドローンを移動させたい方向にスイングすることで、ドローンの移動方向を操作することも可能です。後天性の弱視である方からも、以前は行うことができていたバドミントンのような競技を再度行うことができ、新鮮で楽しかったという意見をもらうことができました。ドローンバドミントンは様々なスポーツを生み出すプラットフォームになる可能性を秘めており、弱視の方の運動の機会と選択肢を増やすきっかけになると信じています。